今日は十勝に来ています。うん、畑が広がってて気持ちがいいですね。そうなんですよ、もうあいにくの天気ですが、うん、まあ、けれども雨だからこそ余計なんかこの畑が青く見えますね。本当だね、綺麗。今日は十勝でいろんな体験をして満喫したいと思います。やったまずはこの畑でピクニックをします。え、ピクニックなの？そう。え、なんか収穫体験とかじゃなくて？ピクニックです。行きましょう。アリオナ、何する気になる。リちゃんとアリオナ十勝で体験。おお、見えてきた。うん、あ、大きいね。ものすごい質な数です ね。いただきます。わあ、なんだこれフレットがあるじゃん。今回のラブ北海道は魅力を体験、十勝を感じる旅。ラブ北海道。まず2人がやってきたのは芽室町にある小麦畑です。農場ピクニックってどんなもんなんですか？うん、はい、実はですね、今日案内する畑は私たちいただきますカンパニーの畑ではありません。ほう。ここ芽室町という町で、生産現場、一般の生産現場として農業営まれている坂東農場さんを私たち畑ガイドが坂東さんに代わってご案内をする、畑の中を楽しんでもらう、そんなツアーになってます。十勝で作られている農作物の季節に合わせて一般の農家さんの畑を案内、そこで生産される農作物を通じて農業を身近に感じてもらおうというツアーです。なるほど、なるほどね。いや、まあね、わかりやすくですね。僕ら消費者だから、まあ、食べたりはしますけど、うん、実際どういうふうに農家さん、どんな仕事されてるのか、うん、もう全く分かりません。そうですよね、次に何かを食べるときに、ね、うん、農家さんの顔、坂東さんの顔をね、こうちょっと想像してもらえたらな。いいですね。なるほど、そんな思い今回は青い小麦畑ツアーを体験します。これなんだか分かります？小麦ですよね。大正解でございます。はい、ここ十勝は小麦の一大生産地と言われてまして、はい、芽室町でもたくさんの農家さんがこうやって小麦を栽培しています。もうこれもう実になってるんです。ね、実はですね、これ実じゃないの？実はね、ない、まだ空っぽの状態です。じゃあこれは何ですか？これはね、ちょうどその実を入れるための、まあ、お部屋が今出来上がってる、そんな状態。そしてね、実は今小麦の花が咲き始めてるんですね。小麦の花、はい、さあどこにありますかね。あ、わかった、はい、この白いのものですか？大正解。あ、そうなんだ。そうなんです。これ小麦のお花なんです。こんなの近くじゃないとなかなかね、見ることできませんからね。正直で、ロシアでよく見かけたんですけれども、何なんだこういうの、白いのものなんだろうなとずっと思ったんですけれども。普段は入れない一般の畑で小麦について詳しく説明してくれます。実は今目の前にあるこの小麦も、名前がちゃんとあります。ちなみに何ていうの？北ほなみっていう。北ほなみ、まあ、これ特徴は何？はい、実はですね、小麦の品種によって作られる小麦粉が変わります。うん、はいはい、実は、この小麦はうどん用、中力粉になる小麦なんですね。まあそうか、薄力粉とか強力粉とか、ね、中力粉とか、はい、それはやっぱり品種が違うってこと？そうなんです。なるほど、これもそうですか。別に強いとか弱いだけじゃないんだ。そういうことなんです。小麦自体の強さというよりは、小麦粉の成分、グルテンという成分がたくさん入っていれば強い強力粉、少ないと薄力粉、まあ、その中間がこの北ほなみという。農業が盛んな十勝の生産現場を間近で楽しく見学できます。農場ピクニックということなんですが、おやつかまたランチがついてるんですね。まあ、今日はランチをいただくことになります。はい、どういうランチですか？はい、今日は先ほど小麦畑を見ていただきましたので、それにちなんで十勝産小麦 100% のサンドイッチをご用意いたしました。ほー、美味しいですね。さらにですね、はい、十勝産の枝豆、うん、そしてここの坂東農場さんで採れた越冬じゃがいもですね、一冬越してるので甘いですね。こちらを
美味しい。美味しいですよね。なんかふわっていうよりもちっと。そうですね。もちもちっとした食感が、うん、噛めば噛むほどそういう甘みが出てくるんですね。甘みも出てくるし、こういう小麦の味がこうふわっと。そうですよね。広がっていくんですね。甘い。うん、ね、あの揚げている油も十勝産の菜種油を使用しているので、その菜種の風味も楽しんでもらえる。たまりません。全部十勝ですね。そうなんです。実はこの木のプレート、お皿もこれ十勝の木を。あ、そうなの。そこまでこだわってんだ。はい、すごいことだね。はい、見るだけじゃなくて、そこで食べるっていう行為を、行動をすることで、やっぱり本当にこう畑で食べて美味しいっていう、ね、感動もやっぱりひとしおかなと。これからの季節はトウモロコシやジャガイモ畑のツアーが楽しめます。農業王国十勝の畑で貴重な体験です。りーちゃ ん、 ん次何しますか。次はね、タウシュ別橋梁を見に行きたいと思います。あの有名な橋でしょ。そうなんです。僕はね、一回見たことあるんだけれども、すごくいいんですよ。続いてやってきたのは上士幌町。旧国鉄士幌線タウシュ別川橋梁は、ぬかびら湖の水位によって見え隠れする幻の橋。りちゃんは取材した後もプライベートで訪れるほど感動したそうです。よろしくお願いします。今日はタウシュ別川橋梁の写真を撮り続けている地元の写真家、岩崎良二さんに案内してもらいます。完成から80年、水没と湖面の結氷を繰り返し、崩壊は時間の問題と言われています。もうここから入りますよね。はい、はい、こちらから行きます。はい、足元気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。すごい景色が見えてきましたよ。なになにこれ。こちらがですね、タウシュ別川橋梁が残っているぬかびら湖になります。はあ、ぬかびら湖。これこのあれは何ですか。木なんですか。あそこにあるのは全部切り株ですね。もともとここは湖ではなくて森の中だったんですね。でこちらに60年ぐらい前にダム湖を作って、でその時に生えていた木を切って、でそれが全部切り株の形で今も残っています。切り株が見られるのは湖の水位が低い時期だけなので、だいたい4月から6月にかけての1年のうちでも本当に短い期間なんです。2ヶ月だけですね。はい、なんかすごい不思議な感じというか、何なんだろうね。宇宙みたい。宇宙みたい。おお。何何何？見えてきた？見えてきましたね。おお、見えてきた見えてきた。うお。こちらがタウシュ別川橋梁。岩崎さん、なんかこう近くで見ると本当にもうね、崩れてるんですね。そうですね。ボロボロですね。ダメージ大きいですね、本当に。年々コンクリートは劣化しているんですが、この部分は2003年の十勝沖地震の時に崩れた部分なんですね。地震もあるんだね。そうなんですね、そういうリスクもあってですね。果たしてね、崩れず、もうあと何年持つん。そうですね、難しいですよね。ただもうそうですね、今年崩れてもおかしくないっていうふうにここ 4,5 年毎年言い続けてます。あ、そうですか。もう今年はもう崩れてもおかしくない。もしかして崩れる、はい、1937年ですよね。はい、今年80年目の80年ですよね。まあまあやっぱり80年なんだけど、まあ、やっぱり100、はい、ね、100歳っていうのはやっぱりちょっとね。この橋自体ですね、作られた時の素材というか、砂利ですとか砂とかそういった材料はほとんどこの辺で取れたものなんですよね。よそから運んできてここに作ったわけではなくて、ここにあるものを集めてセメントで固めてこの形にしているので、どんどん壊れていった時にはまたその元の場所に帰っていくというような感じですね。いやー、ちょっと岩崎さん今すごいいいこと言いました。あ、そうですか。なんかこう、ね、よく見ると確かにそうだよね。こうなんか
石ですよね、こう砂利っていうか、はい、なんか本当にそこら辺にあるようなものですよね。あそこに見える山とかですね、うん、霧にかかっててとか幻想的ですね。そうですね、そうですね、こういう天気の時はまた、うん、またなんかこう切ないというか、はい、青空だったらなんかちょっとこう晴れるんですけど季節によって様々な表情を見せるタウシュベツ川橋梁、いつまで見られるか分かりません。このタウシュベツ川橋梁を含め近くにあるアーチ橋を見学するには東大雪自然ガイドセンターのツアーがおすすめです。この後はまだまだ十勝の魅力を体験します。ワン北海道のアプリができました。番組で紹介した情報が盛りだくさん。このアプリを使って北海道の街歩きを楽しめます。あなたらしい北海道の遊び方を探しましょう。おはようございま す。さあ今七区ガーデンに来ました。はい、りーちゃん、うん、ちょっと朝8時半なんですけど。そうなんですよね、早くない？いや実はですね、予約すればここ七区ガーデンで朝食を食べられるんですよ。あ、そうなの？ガーデンで朝食？続いてやってきたのは帯広市郊外にある七区ガーデンです。ここでは予約すれば旬の野菜を使った朝食ビュッフェが食べられるんです。ものすごい品数です ね。なんか野菜多めですね。トカチだから野菜が美味しいから、ね、いいアスパラ今だ、ね、旬だから。おお、食べたい。この色いいわ、この色、ね、じゃがいもですね。そうだ、トカチのじゃがいもだ、きっとうまそう。これラディッシュがすっごい面白いじゃん。面白いっていうか、これものすごい美味しそうな色してない？めっちゃ大きいよね、ほら。ものすごい新鮮そうなこう色っていうか。使われている野菜のほとんどが自家製、七区ガーデンで育てられています。気持ちいいよね。いい、この庭本当にいい。なんかくつろげるね。まあ、花より団子だから食べようか。そうね、ね、なんかちょっと取りすぎた。これ朝食ですよ。ね、ぴったりじゃん。これラディッシュ食べたいんですね。うん、ラディッシュすごく好きなんですけれども、うん、いただきます。わ、おいしい。わ、すごい。うわ、幸せ。なんかいいね、おいしい。野菜やっぱりいいね。アスパラもね、今ちょうど旬だからいただきます。ほら、結構太いわ、これ。ほら、いただきます。うわ、みずみずしくて、うん、甘くて、おいしい、これ。このアスパラめちゃくちゃうまいわ。この芋、ほら。おー、大きいね。この色見てくださいよ、これ。いただきます。焼き具合もいいですよね。そうですね。うわ、これ美味しいわ。何にもつけなくてもこのまんまで。ちょっと甘めですね。そうなんですよ、ね、あの柔らかくて。素材がいいので味付けはシンプル、野菜本来の味が楽しめます。あー、こんにちは。あら、秋代さん、こんにちは。あらあらら、お食事いかがでございます？いや、美味しいですね、本当に。うん、美味しい美味しい。野菜が多くて、なんかすごくフレッシュな感じで。そうですか。こちらはオーナーの七区秋代さん。二人は去年もお世話になりました。このラディッシュは毎朝秋代さんが畑から抜いてくるそうです。そりゃ新鮮ですよね。お元気ですか？まあまあですね。まあまあですか。でも、今日もすごく素敵ですね。そうなんですね、はい、今日はね、テレビ屋さん知らなかった。あ、そうなんですか。僕が来るのは知らなかったんだ。
普段着ということですね。労働着ですね。あ、労働着ですか。あ、そうですか。あの、料理も美味しいし、何でもね、こう、あんまり喋らないで、私は消えますからね。あ、そうですか。おっしゃる召し上がって。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい。ごゆっくりなさってください。はい、ありがとうございます。おかわりはいくらもございますので。はい、おかわりします。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。トカチだと、食材はたくさんね、あってですね、美味しいんですよね。うん、またこういうところで食べると、じゃないですか。いやでもね、なんといっても明雄さんのキャラはいいですよ。もう本当に癒されるうっとりして、そう癒されるんですよ。もういいな。ちょっとね、もう最高ですね。いいでしょう。いいです。ね、もうやっぱり朝早く起きて、うん、このために早く起きたくなるよね。そうです ね。食事の後はガーデンをお散歩です。美味しかった。お腹いっぱいだね。すごい食べたね。でも食べた後でこういうガーデンで散歩するのはちょうどいいね。広大な敷地におよそ2500種類の草花が色とりどりの姿を見せてくれます。あ、これはね、ロシア語でラマシカって言うんだね。そう、日本語でカモミル。あ、カモミル、いやいや、カモミルティーって。そうそうそう、あれ、こういう花なのね。うん、なんかすごい綺麗な花だな。ね、シンプルですごく。でも朝から花いっぱいのガーデンでゆっくりした時間を過ごす、これも十勝ならではの体験です。わあ、うん、これはいいわ。りーちゃん、いろいろ体験して十勝も満喫しましたね。いやー、よかったです ね。いや、まだまだありますよ。あるの。あと、ここではグランピングの体験ができるんです。グランピングって何？まあさあ、とりあえず行きましょう。 OK。 ちょっと待って。何？リス優先。あ、いないですね。じゃあ行きましょう。2人がやってきたのは中札内農村休暇村フェイリエンドルフです。よろしくお願いします。はい、なんかここでグランピング体験ができると聞いたんですけれども、ね、はいはい、グランピングって何ですか？はい、あのですね、言葉はね、直接には豪華なキャンプをすると、うん、グラマラスなキャンプというのを調合としてグランピングって言ってるんですね。豪華なキャンプですね、はい、へ、普通ね、こういうセットで自分でこう設置したりしますよね。そうですね。もうこんなこう、もう用意されてるっていうわけですよね。はい、まあ、じゃあ果たしてどれほど豪華なのか、ぜひちょっと見させていただきたいんですけど、はい、じゃあぜひどうぞ。いいですか？はいはい、うわー、これテラスだね。ほら、ここ見てください。これ全部もう良いセットされてます。されてますね、はい、わー、ここも火を起こしてるんですね、はいはい、いやー、ほら見てください。すごい素敵。あのね、こう折りたてみじゃないですね。違います、違います。こちらのレベルじゃないんだから。おー、ちょっとワクワクですね。なんじゃこれ。ベッドがあるじゃん。これ普通になんかホテルですね。そうです、はいはい、全然違うんですね、はいはい、じゃあちょっと、あ、どうぞ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 。十分な高さですね、はい、広いし、天井高は一番高いところで3m50cmあります。おで、直径は6m。いいですかね、ちょっと。あ、いいです、どうぞどうぞ。すごい気持ちいい、寝ちゃうぞ。なんかすごい快適ですね、はい、ちょっともう何て言うか、こう一般的なそのキャンプのイメージをこうなんかこう全然超えちゃったっていう。そうですね。テントは寝袋対応で最大15人まで宿泊可能だそうです。こうしたグランピングテントは現在7張あります。やっぱりキャンプはね、一番こう面倒なことは食事ですよね、うん、社長、はいはい、まあ、でも本日はね、ええ、用意していただきました、はいはい、予約さえしていただければこのような形で、うん、これもちょっと豪華な感じですね、はいはい、ですね。まあ、もちろん自分で買ってきても、まあ、もちろん、この今度炭など全て用意されているので、食材を持ち込めばすぐにバーベキューができるのもグランピングのいいところ。うわ、いいね。またテントはちょっとという方にはグランピングコテージもあり、外のテラスには広いウッドデッキにバーベキュースペースもついています。いやー、焼かれました。
はい、あっという間です ね、 そうですね。すごい早かったんですね。このグリルいいでしょ。いいです。いいですね。肉本当にあっという間焼けたから、いただきます。うん、ああどう、肉柔らかいですね。柔らかい。これも地元トカチの、うん、そうです、豚ですね。あ、わあ、ズッキーニ、イエーイ。うん、どう、あ、いい、いいわ。あのシャキシャキも残りつつ、うんうん、なんか本当に野菜の自分の味が残ってるので、うんうん、美味しいですね。こういう自然の中で、うん、こういう豪華なところで食べるのは幸せじゃないですかね。そうです、豪華なキャンプ、うん、そうそうそう。慣れてない人だと、まあ、面倒ですよね、うんうん、いっぱいなんか機材とか器具持たなきゃいけないし、うんうん、そうですね、こういうところは本当に手ぶらで、うん、そうそうそう、そういう煩わしさがね一切ないですからね、うんうん、地元の食材、うん、地元の風、うん、地元の空気、うん、ね、こう一緒に楽しめると、いい自然の中でワンランク上のキャンプ、まさに十勝を感じられる体験です。あー気持ちいいね。もう気持ちよすぎて寝ちゃいますよ。食べた、最高、あとでちょうどいいわ。どうあれよな、今回の十勝はねえ、うん、今回は本当に美味しいもの食べれて、うん、いろんな体験もできて、うん、なんか本当にちょっと今回の十勝はまた新たな面で見た感じがしますね、うん、です ね、 ね、本当ね、いろんなスタイルで食べたでしょ、ね、畑の中だったり、そうそう、ガーデンの中だったり、またこういうキャンプ場だったりとかね、うん、いや楽しかったな、私もすごい良かったね。おいや、まあ食べた後で寝るね。もうちょっと ね、この空を見たいですね。くつろぎたい。いや、大自然の中で十勝を体験、いいですね。私も行こう、一人で。あ、これ台本通りなんですけど、本心です、本心。番組へのご意見、ご感想もお待ちしています。